ける LCC 需要を背景に、今後第4ターミナルの増設も予定しています。しかし海を埋め立てて作ったため、莫大な建設費用がかかり、開港から20年以上経った今でもおよそ9000億円の借金を抱えています。そんな関空をどう改革するのか、市田さんから意外な言葉が飛び出しました。お客様の利便性向上ということは、お客様が買い物をするということですね。そこで収益が上がるというふうに見てます。実はオリックスにはある秘策がありました。それが関空を運営する新会社のパートナーに選んだフランス企業バンシ。世界25の空港運営を手掛けるプロ企業です。Gracias por tu voz y flor.